いろいろフッティング加工をしております。まあ、フッティングって言えばいいんですか、とりあえずパーツの位置を確認して取り付け位置を決めてちゃんとくっつけるっていう加工をしてるんですけど、例えば今このシート、足でテールカウルね、テールカウルを例えば溶接し直そうと思ったら、まあまあ丸 Z のこの外装に変えることないと思うんですけど、いわゆるこの角 Z 用にまた付け直したら今度丸 Z が使えなくなるみたいな感じでめんどくさいかなと思って、こうやってステー作ってみました。これそのままなんですよ。このボルトの位置はそのままなんで、この丸 Z 用に付けたやつはそのままで、こんな風にしてステーをこう付けて、このフレームとかにこうやって固定できるやつ付けて、こんな風にしてやると、一応位置調整ちょっと斜めっちゃうんだけど、こんな風にしてこうやってボルトの位置こうやって揃えれば取り付けできることはできるんです。こんな風にしてね、できるんですよ。ただちょっと今問題だったのが、シートを今この状態でね、この状態でつけてみたら、まずこの金具ってその溶接したところがまずこのボルトに当たるってことと、ちょっと若干浮いてるんですよね。だからそれも含めてこんな風にちょっとここのネジが干渉しちゃって、これもちょっとよくない、いわゆるこのフレームにぴったりついてない、フレームとこのカウルにちょっと差があって、ちょっとこんな風にしてこうガタガタしちゃうっていう、ちょっとその問題が起きてるってことと、で一応ナンバーステー作ってみました。こんな風にしてね、ちょっとナンバーステーフレームにこうしてナンバーステーこれつけてみて、ボルト止めしてみて、ちょっと穴は拡張したんだけど、これのね Amazon とかで売ってるやつこれつけたんで、とりあえずナンバーの問題は問題ないと思う。ただこのテールカウル、こうやって打つのがテールのね、テールライトこうやってつくじゃないですか。でここの下にこうやってナンバーがあるから、ちょっとその辺車検的にいわゆるここのナンバーの位置がちょっとなんか下がりすぎるから、もっとこの後ろに出さないとみたいな感じで言われたらめんどくさいんですけど、ただライトが下側光ってこのなんていうのナンバー照らすじゃないですか。だからまあ別に位置的には悪くない気がするんだけど、ただやっぱりちょっと位置的にこうして、ね、ナンバーしてこうして見たら気持ちもっと寄ってこないと、なんかこの車検的に問題あるのかその辺は知らないですけど、ちょっとなんか突っ込まれる要因でもあるのかなって気がします。まあそれは分かんないですね。それは車検員の判断だと思う。また文句言われたら、じゃあ何かしらここになんかカラーも意図的にここなんていうのすごいでかいカラーとかつけて、じゃあナンバーのうちここら辺にまで行けますよって感じでやれば、まあ問題ないっちゃ問題ないし、またこのナンバーステージでこうやって寄せることは、このステーとか使ってね、これみたいなステー使って、こう引っ張ることができるから、まあいいんじゃねえのって思っております。まあ何回言われたら対応はできるかなって思います。で、そんな感じで、例えば、今この位置にやってみて、シートつけてみたらちょっと問題が起きて、ちょっとつければよかったけど、シートをつけたら、ちょっとここが見えちゃうんですよね。この、いわゆる隠れないといけないところが。例えば、この位置で当たってると思ってたら、角 Z、なんでこうしたかっていうと、単純に、丸 Z のこの位置、この位置を、この位置を参考につけてるんですよ。このボルトの位置。溶接したナットの位置をこうやってつけるようにこうしてやってみたんだけど、ただそれなんか違うらしくて、あくまでこの、なんていうの、シートの位置とかも関係あるかわかんないんだけど、いわゆるこの、なんていうの、シートの位置も結局加工して、このずらしてる、ついてるから、本当にこの位置なのかっていうのはわかんないんですよ。だからいわゆるマーク2と、どうしてこれ、KZ 線マーク2のフレームではないから、いわゆる Z1 クラシックのフレームだから、この辺の位置が一緒なのかとか、当然まあついてること自体も加工してつけてるから正しい位置なんて分かんないし、だからその辺がなんか分かんないんですよね。いわゆるでマーク2はネットで調べてみたんだけど、例えばタンクの位置ね、タンクの位置は基本的にこれ汚れかびくじ気づくかと思った汚れですピカピカだからなんか気になるんだけど、ピカピカすぎてちょっとの汚れとか傷はすげえ気になるんですよね。傷はついてないけど汚れは気になってて、だからちょっとね新品がピカピカすぎてその辺も気になるんですよね。で話し続けますけど、あくまで調べた限りなんだけど、このマーク2のタンクの位置って あくまでこれもゴムがこのラバーが入った上で今入るとこまで入れてんだけど、一応もうこの辺も結構ギリギリのとこまでね、もう当たらないんですけど、曲げても当たらないんですけど、タンクに当たってないんですよ。ハンドルこの切った状態でね、ただちょっとこの傷つけないように、まあ、傷つかないんだけど、こうやって今この一番左に切ってんだけど、こんな風にね、この左に切った状態でタンクには干渉しないんですよね、ここはね。だからこの状態でこうことか、だからこれ前に寄りすぎたら多分これぶつかるんですよね。だからここで一応ラバーが完璧に入っている状態確認したから、とりあえずラバーがついた状態、ラバーが入っている状態で入れたら、もうこれが一番 最大の位置っていうんですかね。だからこの位置 でフレームの、まあ、あくまで真ん中ぐらいって言えばいいんですかね、このタンクの端一番後ろがだいたいこのフレームの真ん中あたりのラインに来るかなって感じで、ただこう写真で見て現物見たことないから分かんない、現物のマーク2をじゃあこのタンクの位置がだいたいどの辺のフレームのどの辺に来るのかって分かんないんだけど、あくまで写真で見る感じこのフレームのなんかちょっと前なのかな、後ろがちょっとこの写真の角度にもよるから分かんないんだけど、タンクの
前にこのこう来てる、このタンクがもっと前に寄ってんのか、このもうこの辺なのか、もしこのタンクのこのタンクのこの後ろのラインがフレームに来てるようにも見えてて、ちょっとそれ分かんないですよね。今フレームの真ん中くらいに来てんだけど、前なのか後ろなのかよく分かんなくて、ただ写真で見る感じ、このフレームの前に来てるようにも見えるんですよね。だからこれ現物見ないと分かんなくて、だそれも含めてちょっとこれどうやってついてるんだったら、タンクの位置が合ってんのか間違ってんのかっていうのが自分判断できなくて、写真で見るしかないんだけど、だその辺が分かんねえなってところです。でエンジンとかのこういうなんていうのかな、縁っていうんですかね、こういうところも位置的になんか間違ってはないように見えるんだけどね。だその辺も含めてこのタンクの位置が合ってんのかどうかっていうのが分かんないと、シートもはっきり言ったらつけれないから、このこっちが余るって言ったじゃないですか。ってことはなんかシートが前に寄りすぎてるのかなと思って、だそれは例えばこのタンクの位置が後ろでこのフレームのこの辺にラインが来るとしたら、シート2がちょっと下がるわけじゃないですか。そしたらなんか辻褄があるんですよね。 あくまでこの今の条件としてね、今の条件で考えたらそれが辻褄合う気がするから、タンクがちょっと前に寄りすぎてるせいなのかなみたいな。だからあくまでこの Z1 クラシックのフレームにこうやってつけて、まあポン付けはできるんだけどね、フレーム的にはポン付けできるけど、マーク2と全く同じタンクの位置になるとは限らないから、だからそれも含めて今ちょっと大丈夫なのっていう、これで正しいのかなっていう感じで、だからそのシートでこっちの余ってるところが間違ってんのか合ってんのかっていうのの判断がマジで分かんねえなって感じです。で他にも調べてみて、ここねいわゆるこのテールカウルのこのつく位置っていうのがちょっとまたネットで調べたら、だいたいこのサイドカバーの先端とこの辺がだいたいこの辺ぐらい来るんですよね。だからなんかこの辺は合ってるのかなって感じで、その辺も不明なんですよね。ただネットの画像とかでこういうなんかこのシート開けてるところを探してみたら、だいたいテールはこの辺の先端のなんかそのスタートっていうか、こうなんか面が合うような、合うかも若干こうちょっと隙間があるぐらいの感じだから、まあだいたい位置的にはこう合ってんじゃないかって気がしてて、だからその辺も含めて、うん、おそらく、うん、まあだいたい位置は大きく変わらないんじゃないかなと思うんですよ。この取り付け位置としてはこんな風に上から見てみても、この辺の隙間がね、あのサイドカバーとテールカウルのねがあんまりこのなんていうのかね、遠く離れすぎてない、だいたい同じぐらいの位置になってるっていうのがあの多いような感じがするんだけど、どうなのかなっていう感じでね、ちょっとその辺は判断できないなって感じです。じゃあそんな感じなんで、いわゆるテールカウルの位置をこう前にずらす、こうして前にずらす、ずらしてて、ここまた加工しないといけなくて、この印つけたんですよね。前にずらすってことはまたここ干渉しちゃうから、ちょっとここまた多く削ってね、前に寄せれるようにするとか、まあ、そしたら今度はナンバーのまた取り付けの都合が良くなるっていうか、ナンバーがちょっとこう後ろに出るから、それはそれでいいんじゃないとかね、あるけど、あとこのシートつけてみてちゃんと閉まるのかとか、ただこうなると、まあ、今寄せすぎだけど、まあ、大体この辺に来るはずなんですよ。こんな感じちょっと削ればいい感じで、大体この辺だと思うんですよね。そのシートのここが隠れるぐらいだから、だけどそしたら今度これ前に寄りすぎな気がしてて、こんな風にしてね、これは正しいのかなっていう、だそこら辺がマジで分かんないです。まあ、最悪間違っててもここのつける位置を直せばいいから、別に間違っててもどうとでもなる、後からどうとでもなるんですよね。だからこの長さを変えてここに固定するだけだから、こいつじゃ変わんないですよ。こいつを変えればいいですよ、長さをね、どこにつけるかってことでね。だからそれも含めて、まあ後から直しようがあるから、まあどう別になんか違ったなと思って後から直せばいいのかなって気もします。だそれも含めてなんかね、やってみないと分かんないって感じです。まあ、はい、じゃあそんな感じでした。じゃあとりあえずもう今はこうつけてみて、なんかこう発見してって修正してくって流れになるかなって思うんで、はい、じゃあそんな感じでとりあえずもう作業を進めてみて、いろいろ発見したら直していくって感じで進めたいと思います。セールをちょっと改良しました。まあ改良っつったって、まずネジを逆にしてみたってことと、やっぱこの突き出し量ちょっと多いんで、まあ長いビスちょっと長いんです。まあでもこれ微妙なんですよね。もうちょい短いビスだと今度止められなかったりするから、まあ、とりあえず反転させてみたんですけど、そしたらやっぱこの干渉があんまりなくなってきたっていうか、なんていうの、緩和されたっていうんですかね。さっきみたいな状況じゃなくてガタガタガタってしないっていうか、あ、まあ、あくまでこの位置はねって話なんだけど、とりあえず今前に寄せてみたんですよね。だいたいこの辺で止まってたのをちょっとこの前に寄せて少しずらしてみたんですよ。この穴半分1個分っていうんですかね、だいたい1個分ずらしてみたんですよね。そしたらここのガタつきがないってことと、でおそらくこの出てたところが多分見えなくなるから、あ、これだったらいいのかなって感じがしました。まあ、とりあえずこの状態つけてみてどうなるかによるんだけど、今度はこの微妙なこの穴の位置ね、だからこれも含めてなんかまあ延長するとしても、このなんかこの1個ずつ違うから、例えばこの辺に
まあ、穴削ってここをなんか無理やり止めるみたいな感じになってくるのかなって気がします。だからそれも含めてこのビス穴が合わないっていうのもまた微妙ですよね。だからこれもう少し長いでもどっちにも合わんだろうな、このこうして、あ、ここだったら合うかな、なんかこの今この感じ1個もう少しまた長いやつ作ってこうしてやったら、まあ、若干ここの穴にこの1個先が合いそうな気がする。合わないんだけどね実際にね。まあ、ただなんかこの無理やりつけるよりかいいかなみたいな感じで、これここもねちょっとこの先とかにつけそうな感じがするから、こんな風にしてつければまあいいのかなって気がします。はい、じゃあもういろいろやってみたけど、まあで1はちょっとこの辺がなんかこの前に寄りすぎてるんだけど、ただシートの位置考えたらまあいいのかなって、だからそのこの辺がねなんか気になるんすよね。やっぱこの自然なのは こんな感じだろうから、一応もういろんな写真見たけど多分やっぱこの子が何ていうか大体この同じぐらいのところに来るんじゃないかなって思うんだけど、別にここに来たところで何ていうのかな不具合はないんだけどね。だからそれも含めてうんどっちがいいのかなっていう、その辺はもうちょっと分かんないですよね。だつけてみてこの辺がどういう風になるのかっていうのは、うん、ただこのここにつけた方がガタガタしない分まあいいんじゃないかっていう風には見えるので、うん、まあ別にこうしてみて、まあ、おかしくは見えないんじゃない、うん、その辺もそのセンスですけどね。だからまあいいんじゃないかなって、一応一回じゃあこのまず今この1個分ビス穴1個分ずらしてみたって感じで、ちょっとこの位置一回シートをかぶせてみたいと思いますが、ただあのダンパーが届いてないです。1個だけあったらなんか探したらダンパー1個みたいな、シートのダンパー1個見つけたんですけど1個しかついてなくて、だからこの左右っていうこのあと2個とここになんかまたダンパーつくんですよね、シート側にね。あれつけた上で乗っけてみないと分かんないんだけど、とりあえず一回この状態で一回この乗せてみたいと思います。あくまで仮付けですけどシートを上から乗っけてみました。こんな感じで乗っけてみたら特に違和感はないんだけど、ここの位置ねこうやって見えなくなったんですよ。だからもう少しこれ例えばこれをねこれちょっとこう寄せてみたいんだけど、どうしようかな。一回まずこんな感じとりあえずまず置いてみました。でやっぱシートのあまあ今金具が引っかかってんのか、だからちょっとこのまだ正しい位置に乗っかってるとはちょっと思えないんですけど、とりあえず、まあ、ダンパーが乗っかればもうちょいこう上にこう上がるはずだから、このシートの金具位置的にこんな風になるんじゃないか、ここのシートのヒンジが引っかかってるから正確じゃないんだけど、もう少し下がるとは思うんだけど、ダンパーが乗っかったらまあ なんかそのもっと自然になるかな。今ちょっとこう前にこう傾斜してる感じしますよね。ただこの位置になればちょっとここに変な隙間ができてんだけど、とりあえずこうぴったりついてる分にはまあ問題ないから、本当はこっちもこれどちらかシートの問題ですよね。なんか痩せてる感じがしててね、もう少しこっちふっくらこうでくっついてほしいんだけど、ちょっとこの辺はまあちょっと難しいかなって、中になんかこうスポンジ詰めてちょっとこうふっくらさせればいいんだろうけど、ちょっとこの辺はこのシート今の状態で難しいですよね。でこんな感じで自然にここら辺のねこのシートのところこう隠れるから、これがもう気持ち後ろに寄ってしまうとほらこんな風にここが見えるみたいな感じだから、ちょっともう気持ちやっぱ こんな風にねしたいんですよね。こうしたら自然じゃないですか、ここ見えないから。だからちょっとでもこれが後ろに寄っちゃうとやっぱここが見えるんですよね。ちょっとこれをこの辺かな、このつらだいたいつら位置ぐらいにするとやっぱ気持ちここから見えちゃうんですよね。まあ別にこれだから元が分かんないんですよ。もともとこれが見えるもんなのか見え多分絶対見えないと思うんですよ。横から見てこのいわゆる今つらい位置って感じですよ。このなんていうのこのなんかへこみがつらい位置になってるんですよ。こっちは横から見たらね、横から見たら自然だけど、こうして見たらこうやって隙間が起きてるのは普通なのかダメなのかが分かんなくて、だから なんでしょうね。まあここの本当にぴったりこのなんかつらい位置にしちゃうと、まあ横から見たはいいか、こんなここから見ても分かりやすいかな、隙間が見えるの。だからこの辺どうなんだろうね。だから現物知らないんですよね。現物ちょっと知ってる人いたら教えてほしいんだけど、これが普通なのか完全にこうして見えないのが普通なのか、どっちが本当なんですかね。だからそれが分かんないです。だからシートがこのもう純正品だから、純正というかもう当時もんだから痩せてちっちゃくなってるんだと、もっとこのなんかスポンジがふっくらしてて、もう少しこの大きかったのがやっぱこの痩せてちっちゃくなってるせいでこうなってるのか分かんないんだけど、これが普通なんですかね。だから分かんない、それがね。まあまあとりあえずその辺がこんな感じで、まあ後から取り付けの位置は、まあ、何回も言うけど取り付けの位置は変えられるからどうとでもなるんだけど、とりあえずこんな風にして付ければまあ自然に外装的には仕上がったかなって感じがします。だから これでまずはいいんじゃないかなって思うんで、うん、まあまあいいかなっていう、とりあえず情報知ってたら教えてください。そんな感じ、とりあえず外装はこんな風にして完成になってくるかなって思います。